Welcome to my stream. This is Yumi. おはよう。スカイハートさん、おはようございます。ありがとうございます。さあ、始めていきましょうか。大丈夫ですか？はい。そうですね。今日は7月23日？違う。24 おはようございます。ドグラさん、おはようございます。あー、え、本当ですか？I almost forgot there was a stream today. It's Monday. こっち、In Japan, it's Monday. え、何ですか？ I'll be practicing my new cards during the stream. OK. はい、頑張ってください。ね。そう。お元気ですか？ How are you? よいしょ。ちょっと失礼します。はい。で、今日何しようかなと思って。漢字です。漢字。そうですね。時間があったら違うことしようと思ってたんですが、あんまり、今日はね、漢字の続きを勉強していきましょう。ちょっと待ってください。よいしょ。カメラ、うん、OK、 多分大丈夫。なんですけどね、出てこないね。うん、ちょっと待ってね。もう一回。今出てきてますか？出てきてませんね。おかげさまで元気です。お茶を注いでいます。あー、よかったですね。はい、大丈夫です。ちょっと待ってください。今ね、出てこないのはどうしてかな。I'm just checking。 これでどう？あ、ジュース。あー、分かった。 Yes, yes, there is、I found how to do it. わかりました。今ちょっとね、ごめんなさい。カメラ。こうだ。OK。出ましたね。大丈夫。はい。これですね。1年生で、勉強する。小学校の1年生で勉強する。漢字の勉強をしています。よいしょ。はい、こちらで、あとですね、この本を使っているんですが、漢字の辞典なんですが、
ここの残りがあとこんだけです今日はこの勉強を少ししていきましょう。はい、まあ、どうしようかな。そう、はい、じゃあ最初の復習ですね。前回in the previous lesson I wrote these four no just one I think one yes one 漢字土と土、土という漢字です。 soil earth 土砂降り、土砂降りでしたね。降るというのは rain ですね。 rain 土砂降り means it's a heavy rain。 そうですね、 heavy rain 土砂降りです。はい、じゃあ次ですね、 next page もう少し見えてもいいよね。 It's ちょっと待って、これすごく辞書のところすごく小さい辞書のところが小さいですよね。これどうした、どうした、どうした、よいしょ。このくらい、じゃあここから書いていきましょうね。で今日は、うん、この字から石、尺、国、石です。じゃあ石、I memorized 土砂降り but I can't write free from my memory。 土砂降り難しい、うん、土砂降り難しいですね。フリとかを降りるとかもありますよね。降りる、降るこうね、英語ハロー、あ、ウェルカム、ウェルカム、 Thank you Thank you for coming、 いらっしゃい、ウェルカム。じゃあ石という漢字、 This is 石漢字、 Stone、 okay? Stone、 okay. その子供は小さな石を拾い上げた、うん、The child picked up a small stone。 石、 The second、jewel、 precious stone。 まあ、うん、 The lighter、ああ、フリント。これ、ストーン、ゴ、ゲーム。ああ、そうですね。石。ああ、そうですね。あ、これ、石。これ、これもそうなんですよ。これ、キドニーって書いてある。インザキドニーとか。これ、これも石、石です。OK? Oh no. It's just...うん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 。OK。Left part. OK. It's just the left part of Furu is difficult to write from memory. これですね。そう。OK。こちら。
Right part, sorry. え、こっちじゃなくてこっちだったの。It's okay. こっちの方だったの。こっちじゃなくて。こっちだった。こっち、こっちの方だった。OK。じゃあ、石という字を書いていきますね。石。ストーン。1年生で勉強する。ストーン。ちょっと待って。このぐらいかな。OK。OK。Good。じゃあ、石ですけど。書き順見る？書き順。ストロークオーダー。just see how 感じで見てみます。1,2,3,4,5 strokes なんですけど、お、右という字に似てますね。 I'm eating spaghetti。 あ、本当。バムさん、スパゲッティ。へえ、どんなスパゲッティが好きですか？そうですか。何かいろんなスパゲッティの種類ありますよね。そう、ワン、ツー、スリー、フォー。に、右という字に似ていますが、書き順は違います。ちなみに右という字は、ここに書くと、もし右という字を書くときは、これ、right ですよ。right。ここに書こうか。right。右という字を書くときは、縦から入ります。で、次、セカンドストロークが、これ。横。で、縦、横行って、これ。縦。横で、こうで、あ、間違えた。間違えましたね。Sorry。縦横で最後ここ、右という字は1,2,3,4,5 こっちが右。 OK。 I like 岩 with 石。 It looks really nice。 あ、石、岩という字がいいですね。なるほど。これは右という字なんですけど。よし。じゃあ、ここに書くのは石という字です。石という字は反対。横から入ります。横。OK？ これ。ね。ほら、ここでの違う。こっちじゃなくて。それからスイープ、それからた、あとは口、マウス、あ、マウスを書きます。石。for 音読み、席シャク、シャクね。それからコク、コク、席、ほとんど席かな。 Yes。 シャクとコクは、It's rarely used。 So maybe it's better to remember 席、first。 で、石、for 訓読み、石ですね。こんな風。 English can be written vertically too. It's just less common. ありがとう。 Thank you for your information. あ、おたくさん、おはよう先生。おはようございます。あら、お久しぶり。あ、嬉しいです。ありがとうございます。
わあ、かわいい。なんかエモートが ついています。お元気ですか？ How are you today？ 今日は、ありがとう。ね、今日は漢字の練習。漢字プラクティス。OK。章。サンゴ礁の章？うん。It's also very cool. One of my favorites. ああ、石編です。サンゴ礁の礁という字は石編。あまり会えないので とても寂しいです。嬉しいって書いてある。すごい、「い」がたくさん。い」がたくさんですね。ありがとうございます。もうそう言っていただいて、本当にありがとうございます。あ、ちょっと待って。で、石という字ですけど、これね、ストーンっていう字なんです。ストーン。石。で、書き順がね、横から書きますよっていうことで。いいですね。で、石の漢字の、まあ、いいのはこれかな。この言葉知ってますか？ちょっと待って、書いてみますね。OK。これ知ってます？石。これ知ってたら、すごい。読み方は、こちら。今日も頑張ります。頑張りましょう。グー。エンジョイ。感じ。わあ、かけた。うー、かけた。はい、こちらは石頭。石頭と言います。The reading for this 漢字。石、頭。ストーン、頭。What is 頭？頭 is head, okay? Head. So, we can check here.石頭。石頭。あ、声にひらがなになってる。ちょっと待って。石頭、目になっちゃった。ちょっと待って。 落ち着いて。そう、石頭で変換。 OK で、出ます。 はい、石頭出ました。これ何でしょうね。1 and 2ありますね。石頭はね、普通、どっちかな。まあ、サイコロジカリ石頭の人がナンバーワンか。ナンバーツーは、フィジカリロック、そして、まあ、ストーンでヘッドだから、まあ、ハードヘッドなんでしょうね。オブスティネイトプラス、スタボーネスでいいですか？ イディオマティック。 そう。石頭。 そう、あの人は石頭だ。ん？そう、人について、話す、または、like my head is 石頭。私は石頭だと言ったりする。 そうですね。これは日本語で、頭がね、頑丈だという、頭が、硬いということですね。 hard を言っています。
面白いですね。じゃあ練習、プラクティス。OK。じゃあちょっと、この下に行ってみましょう。Good。横、縦、スイープ。横。で、頭。これはこうですね。よし。こうね。あ、石頭器。この下が気になってる。I found a name that uses the same characters with different writings. 石頭器。ここの下。こっちです。え、違う。Yes, yes. ここ ?I didn't know.これは多分ちょっと、うん、違うやつだと。Literature, music など、ネームということです。はい。1、2、3、4、5、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16。大丈夫。頭、ヘッドですね、こちら。そう。こう、こんな感じで。OK。オッケー、じゃあ、石。オッケー。じゃあ次です。Next 漢字。What is next 漢字？これか。はい、はい、はい、はい。Next 漢字 is 金。金という漢字です。金。よいしょ。金という漢字は何で金で黄金って出るんだろう。あ、金で引いたからか。黄金って言ってますね。ゴールド、ゴールドです。漢字だけで見れるかな。黄金または金。訓読みは金、金、金。それから音読み、金、ゴン、ゴンです。あ、書いてみよう。OK。金って金曜日の金ですよね。1、2。なんでこの How many strokes? 8? OK。 そう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 。まあ、金と金と金とかなだけで大丈夫。金、金、金、かな。金、金、金、かな。そう。金曜日の金、それから金属、メタル。の金属の金。それから、これ、そう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 、どれにしようかな。思い出した。はい。これでいこう。イディオムというか。
ちらで。これすごい。Three 漢字 together。OK？ So, how do you read this? Do you know? ってますか？よいしょ。あ、おはようございます。おはよう、スネークさん。ユミさん、フォークス。あ、そうそう、音楽かかってる。うるあの、もしよかったら消そうか。うるさい？ Is it too noise, too loud? If so, I will, stop music. I'll study vocabulary later. I got my whiteboard and I'm practicing writing with you. ありがとう。いいね、ありがとう。Too loud music. What do you think? Good, it's good. Okay. Good, good, good. If so, yeah, it's okay. そう、月曜日です。How are you today? Como estas? お元気ですか？私は元気です。私は元気です。はい、大丈夫です。こちらの読み方はですね、書きますね。かなものやかなものや、私も元気です、ありがとう。こちらはですね、読み方は金、金、金、かなですが、金物屋と言います。あ、I guess 金物屋。うん、close。 屋は合ってます。屋は OK。 金は金の方です。物、物か物か迷いますよね。これ物、金物屋。金物の屋は何か。What is 金物屋？ハードウェアストア。ハードウェアストアのことです。金物屋。そして、金物屋には何が売ってますか？金物屋、ハードウェアストア。especially、なんだろう。ちょっと待ってよ。ここに書くね。何が売ってる？ああ、なんだったっけな。はい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 。じゃあ書きます。3つ。金具、金物屋に行きます。金具を買います。 What is 金具？ When you go to a hardware store, you buy 金具。 What is 金具？ 金具はメタルフィッティングス。あー、そうだよね、メタルフィッティングスだそうです。そして、あ、その点、その点じゃない、その点じゃない。金物店は、金物店は店、店、店は店という字だよ。店だ。ここに書こうか。金物、金物店？こっち？
うん、そうそうそう、そっち。OK、good、good、good。そして、You can also buy これ。こういうふうに書いて、ちょっと難しい感じなので、ひらがなで書く。はい。これは金槌。金槌。金槌。わかりますか ?What is 金槌? You can buy 金槌 at a hardware store. 金物屋。金槌は何でしょう?他にも買えるものがあるある。あ、これも買えますね。はい、この読み方は金網です。金網ね、金網です。金槌は何かというと、見えないね。I understand。 これ見えない。 Yes, 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 yes。こちら金網、金槌。金槌というのはあ、ハンマー、ハンマーです。トン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 ってハンマー。それからもう一つ、金網は何かというと、金網はメタルメッシュ、メタルネッティング。そう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 、スネークさん、金槌。これまさに金槌です。こちら、これ金槌、これこれが金槌。それから金網はなんかメッシュ、メッシュのなんだろう、ちょっと書けないけど、こういう、こういう、こういうやつ。似てる。ほら。金槌。ね。で、金網?金網は、まあ、バーベキューとかの時に使うような、網、ネッティング、メッシュ、ネッティング。こういうの。こういうの。金網。OK。Good。あ、で、もう一つ今日はですね、金槌について言うと、もう一つ、金槌は、変わった使い方があります。じゃあ、金槌を引いてみましょうか。いい?DI。ね。金槌。これでいいかな。漢字で書いてもいいけど、うん、ハンマー。何なんか質問してくれてる。ちょっとお待ちください。何を言ってる。 What is C called? 何がシーブって言われているのかって、うわ、ちょっと待って、今違うのが出てきた。待ってください。で、金槌のねところも見るけど、何かスネークさんはどれどれどれ、あー、ゴールド?金を探すのに使うやつ。あー、わかったわかった。こういうやつ、こういうやつ。こういう、金
を探すやつね。そうですよね。ふるいか。ふるいだと思う。ざるとかふるいとか。古式。あ、3つあるね。3 words for this. 書くと、ありがとう。ちょっとこっちに書きますか。それは、あの、ざる。または、ふるい。ふるいにかける。あ、書こうか。ざる。ふるい。それから、古式。古式。古式。この3つ。これですね。ざる、ふるい、古式がそのものです。で、金槌という字は難しいんですけど、土っていう字。木偏に点々、ね。おうっていう字に似てますね。ナンバーワン、ハマ。ハマ、彼女は金槌で鏡を粉々にしました。おう。OK? 死者とザミラー with a hammer。 おっと、はい、じゃあ次。何、おたくさん言うのを忘れた。木先生、あなたは今日とても美しく見えます。すごい、ありがとう。なんかありがとうございます、本当に。もうおたくさんはあの上手ですね。本当に上手ですね。そういう、あの、誰も言わないですよ。そう、ありがとうございます。 Nobody、そんなことを言う人はいません。だからびっくりした。はい、ありがとうございます。じゃあ次ね。ね、そういうのはなかなかないですよ。よいしょ。そう、なんでしょうね、難しいね。で、この金槌なんですけれど、Is there a superstition around breaking mirrors in Japan? まあ、壊すこと、It's not breaking mirrors. ありがとうございます。でも、if you say some kind of a superstition or something, it's believed to not, it's not good to, two mirrors to face each other like this. This one is called 合わせ鏡。合わせ鏡はちょっとよ、あまり良くない。It's not good to keep mirrors. なんかこう、合わせ鏡。とか、鏡を上に向けたまま置かない。just generally saying, I say, we usually don't put the mirror on with the surfaces upward.We just turn it over. なんていうの、to keep the mirror down. Okay? Also, 合わせ鏡と言っています。それは良くないと言われています。ちなみに金槌の話で、I just wanted to mention about the second meaning. 金槌。ジェーンは金槌。当然泳げない。She cannot swim. In that case, you can say she is a hammer.
In Japanese, 彼女は金槌だ。Okay? Hopeless swimmer. A person who can't swim. So you can say that person is a 金槌。Okay? Swimming might slip or fall through the glass. そう。合わせ鏡っていうのはここには載ってないのかな、うん、多分 it's rare、in this 辞書。合わせ鏡これ載ってないんじゃないかな。I don't think it's here あるね。なんだろう、うん、opposite mirrors、まあ、とにかく2つ two mirrors こういうふうに合わせるですね。怖ーいスケアリーってそうですね。はい、ありますあります。じゃあ次行ってみましょうね。 OK、練習をします。金物屋、じゃあ金物屋ちょっと見てみましょう。金物屋、あ、しまったしまった、金物屋が書けない金物屋が書けない。 I went to a place where all walls were 合わせ鏡。 It was disconcerting。本当に Walls were、おっとね、どこかわからない。 You don't know where to go. All you can see. Where is the wall or the mirror? 怖いですね。 Walls were、 そうですね。はい、金物屋、これですね。あれ、前の方に行っちゃった。ちょっと待って。OK。It's fine。金物屋です。では、金物屋書いていきましょう。It feels like you can fall、endlessly through the frames。Scary。怖いですね。よいしょ。でもね。それを、We have、make that、合わせ鏡 like、making a toy、万華鏡。 You know that 万華鏡? Have you heard of 万華鏡? It's kind of a small toy、with、three mirrors inside. So, and you see little、things、when you turn around, you can see that、beautiful、patterns appears and change the patterns when you turn it. So, 見たことあるかな?万華鏡。 Do you have 万華鏡?ちょっと待ってね。金物屋。あ、かけた。OK。金物屋、いいっす、OK。万華鏡って知ってます?うん、ついでに。鏡ってのは鏡。これは日本だけ ?In Japan only? I don't know. Do you have 万華鏡 in your country?うん、そう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 、これ万華鏡です。なんて発音するんだろう。カレイドスコープ、カレイドスコープ、カレイドスコープ is a cylinder with mirrors containing loose oh yeah yeah basically there are three mirrors, right? で、万華鏡キラキラ。
これ J-POP。 ああ、J-POP の方か。なるほど。うん、万華鏡ですね。というふうに、鏡についてはこのような万華鏡もあります。It's not scary all the time。 ちょっとこれ面白い。書いてくださいね、万華鏡。さあ次行きましょう。three left。 Oh, I see。 next 漢字。 I would be scared、it would be scary to live inside it。 そうだよね。いいよ、じゃあ次ですよ。何？あ、これか。そう、蝶という字を書いていきます。あ、蝶では出ないかな。いや、 there are so many 蝶、漢字ありますけど、こちら、そう、タウン、まあ、うん、ブロック、まあ、ありますね、町名、ブロック、 but、タウン、basically 町と言っています。町を書いていきますね。 Anything can be scary if you look at it、in the right way。 確かに本当だね。 That one often getsread wrong in Duolingo。 え、ほんと？じゃあ書きますよ。田んぼの田を書きます。で、こちらに蝶という字を書いてチェック、ここのところはチェック、しっかり。これが蝶、町という感じ。音読みが蝶、訓読みが町。ん？大丈夫。じゃあ、蝶だからどうしようかな。あ、これいいかな。 I don't know、if there is 辞書あればね、書いてみようかな。こういう字ってあるのかな。うん、城下町という字を書いてみたいと思います。城下町、 OK。 これは It's difficult butonce you know, you understand。 城は城、castle で、下は、low とか down とか言うんです。町は town なので、知ってますか。It makes sense。 おお、大きい。城下町という字を書いていきますね。土辺に、土辺に、ちょっとインク、インク大丈夫か。この字は横、縦で、ここはチェック、そして上からチェック、 this way で、ここ入れます。シュッ、かっこいい。で、最後点、これが白という字です。白、ガソ、そしてかは、あ、ダウン、 OK。 浄化町、 OK。 町、いい？待ち。
いいですね。キャスタンしかないけど。読み方書きます。じ。でか。まち。書けました？OK, good. じゃあ、いきます。土辺。横。Horizontal line first. 横。OK? で、縦。縦。で、third stroke はちょっと、スイープ。ちょっと、シュッと。なんか、ちょっと大きくなった。で、横。OK? で、スイープ。で、かっこよく。チェック入りますよ。チェックで立てでチェックシュッと入れて点。あ、大きくなっちゃった。ちょっと大きくなりましたね。こんな感じです。大きく Yes, you can use thesクエア、大きく bigger、このぐらいで、かという字は、horizontal line first and a vertical line、 そして点、点というかちょっと little stroke、このここは空いてもいい、you can make a little spaceHere, like T shape and the last dot stroke、between dot and T, you can make a little、space there. But、normally I don't leave any space. そこには何もかない。まあ、it's okay. どっちでも大丈夫。で、待ち。町ですね。城下町。まあ、もうちょっと書くと土辺は少し小さく小さく書く。土辺 the soil vertical a little bit smaller maybe and the right side could be a little bit bigger。 こんな風かな。ちょっとこういう風にすると、ちょっとか、白、キャストですね。で、その下、下、1、2、3、こういう風で、ここですね。It's a difficult one. Is it learned in elementary? そう、この白っていうのは難しい。The castle.You mean that this castle? これでしょ? That one? いつだったかな? In elementary school, yes, yes, I think so. But, 高学年not for first year grades. 多分、4年生とかかな? あ、4年、4年生だね。Yes, fourth grade. Yes, it's taught in grade 4. 4年生、つまり4年生ってことは10歳 ?10 years old. そのくらいかな。え?10歳っていうと 10? 多分、まあ、9歳 9 years old. Between 9 years old to 10 years old. 10どっち、そのぐらい
白上西。あー、塔覚えてる。あー、塔は塔、塔ね、うんうんうん、覚えてる。へー、すごーい。そうですね、この字も土編、土編でした。で、今日は長という字なんですけど、 Yes, I just selected something maybe useful to learn. So 城下町 is useful to know ね、castle town. So 町ね、なんかメイヤーだったら町長さんとかね、そういうのもあるね。町でした。さあ、じゃあ next one、次のね漢字はこちら、村、村。じゃあ村でいきましょう。あ、村ね、村。町に対して町がタウン、じゃあ村は What is 村。そう、こちらにありますね。 Smaller than town we call it 村、 village、 村。音読みだと村、訓読みだと村。 OK、 このラディカルは何ですか。 This one、 これはですね、木片ですね、木。こっちは何ですか。あ、うまく書けなかった。村、村。これは村っていう字ですね。村、村、村。だから村と村似てますね。音読みが村、訓読みが村。OK？ じゃあ村に対してどの漢字を書こうかな。ああ。うん、村難しいね、村の選手村がいいね、選手村。これ Have you heard of this word 選手村ね。For example, for the Olympic Games or other games, and there will be 選手村、Olympic Village, Athletes Village のことです。これ面白いですね、選手村。I hadn't. You haven't heard of this one.、Yes, it's good to know. 選手村と言っています。村ですよ、ビレッジ、not town or any other、 なんかベースとかそういうのじゃなくて村で行くんです。選手村、アスリートビレッジ、アスリートビレッジ。What's a ghost town called in Japanese? あー、ゴーストタウンについては、ゴーストタウンはあれでしょ、今行きますよ、多分ね。多分、カタカナでゴーストタウンって言ってたりするのと、ゴーストタウンを日本語で言うと何だろうね。ゴーストタウンってそのままカタカナになっています。それから
どうだろう。ここに入れればいいんじゃないかな。漢字の辞書では出てこないかな。ほら、漢字の辞書なのにこのままゴーストタウンと入れました。です。コンセプト何かあると思います。これがゴーストタウンですが、何か他にあるんではないかと。そうです、そうです、私もそう思います。多分ね、私が思うのは、はいっていう字を使うんじゃないかな。廃村。そういうのかな。ちょっと調べるね。調べます。多分、廃村でいいんだと思うけど。廃村かな。まあ、実際は、廃墟、廃村、これしかないね。Yes, yes, yes. We have, actually we have this, word, 廃村。これね。廃村。これが、その、あれだと思う、廃村。ね、スネークさん。スネークさん、わかった？この廃村っていう字。こういう字。これ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 って。オッケーオッケー、ナイス。これだったね。じゃあ村っていうところから行って何を書くんだった？そう、選手村ね。選手村戻るね。選手村。なんか、ああ、そうです、そうです、ここ出してなかったね。うん、ゴーストタウンこれでしたね。すごいよく覚えてましたね。すごい。こういうのどこで、あ、選手村になっちゃった。選手村。 difficult、 これ難しい。この選という字がもう本当に難しい。選という字が選ぶ、 to select、 選ぶが選という字です。選ぶ、 to choose、 to choose、 to select、 ん、そうだね。手は hand、 選手は an athlete、または選手は a player も入るのかな。うん、そうそう、選手。ビレッジ。じゃあここに選手村書いていきましょう。手という字は手ですよ。こう沿って下からチェック、村入れてください。村。すごく今ねお腹が減ってきた。今何時？11時。ああ、ちょっとお腹が空いてきたよ。本当に。なんかお腹が空いてきた。ね。よいしょ。はあ、読み方は選手村。あ、はい、わかりました。
選手村。あ、上手に描けた。いいですね。はい。じゃあ練習、プラクティス。この下行きましょう。あ、見えるかな。難しいですね、この字。線。シュ。村。すごい。では練習していきます。いきますよ。 How many strokes? 数えます。漢字のこの線っていう字を調べましょうか。 How many strokes? 漢字そう15です。 15 strokes also 14、まあいいです。 walk 信用radical いいです。はい、じゃあ書いていきましょう。あ、書き方見ていく。ほらほらほら。1、2ですよ。1、2、3、チェック。1、2、3、チェック。ここまではいいでしょ。次は横、立って、立って、横、横、立って、立って、横、okay、それから左、右、左、右。あとは信用です。あとは1、2、3です。1、2、3、こうです。こうこんな感じ。大丈夫。さて、主という字は1、2、3で、し、い、こうです。こう。で、それから最後、まあ先週村だから村。1、2、3、4、5、6、7で、あともう一回1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。で、手ですね。手村。はい、じゃあもう一つだけ。ラスト漢字、イエーイ。ここでもう80字になります。80字目。80字目がこちら。80字目、イエーイ。 It's weird that shoe is four strokes instead of five.
ほんと？ 1,2,3,4 どうして ?5 の方がいい？ You prefer 5? そう？あ、てて。どうしてかな？5の方がいいかな。でも4だよ。手なら5の方がいい。Give me 5って言うから。Because we say give me 5。あ、そう。I'm just joking。じゃあ最後に I've read there is a law in Japan or something that characters has to have 5 fingers in their hands。ん？ああ、そういう意味か。The shape of the kanji, I actually use te as a mnemonic for 5 in my memory place. ああ、そうなの？5が5だから。Some video games couldn't 5ってこと？そうかな。こういうふうに見れば 1,2,3,4,5 でも5でもいいよね。まあ4 strokes but it mean this kanji means a hand so don't worry too much. they usually have only four fingers because it's easier to animate. 本当。へえ。でも for us なんだろう。でも英語だと it's confusing. For us, if you say you call each name of fingers, you say, you know, some, ね? で、あと、four fingers, yeah? Four names for fingers, okay? And one thumb. So, for us, it's confusing because we say five fingers, but in English, four fingers plus some. どういうことなの、これは。ね、すごい strange to me。じゃあ行きましょう。最後 last one is こちら。あ、そうか、これか。こちらです。In the fifth room of the palace, I have a golden hand. すごい。To the left and 何? Animal ke on the right. すごい。いいですね。ちょっと面白い。覚えるのにね、記憶をしているということですかね。メモリー。This one is finger for both, but the thumb still is called differently. あ、そうなんだ。Amazing。違うんですね、いろいろ。じゃあ、O という字を書いていきます。O、U、音読み。これ書き順ですが、王様も4 strokes, you see.4 strokes, OK? そう、横、縦、横、横、はい、横、縦、横、横、で、終わり。OK? 王様も4です。すごい。で、読み方、音読みだけ。お、うしかないですね。お、う、OK?Only one reading for this 漢字。訓読み ?No 訓読み。ないです。ね。おう。ここには、おうい
竜王、大王。じゃあ大王でいこう。大王。Great King。大王。ちょっとインクがちょっといいですか。だいおうグレートキング、ここ Can you see? この大王でいきましょう。ね。じゃあその下練習プラクティス。王様っていうのはキング、王子はプリンス、王子、女王はクイーン、それから国王は何だろう。国の王様。国の王様は国王だよね。キング。あ、そのままキングか。王様と国王は違うのかな。あ、国。国の王様。キングはキングだけど、国王って言ったらキング。またキング?そう。うん、キングです。じゃあ大王を書きたいと思います。モナキ、あーそうですね、ここに書いてあるよ。これのことかな。王様はキングだけです。それから The Throne、 あ、これも入るんだ。 The Crown、へー、この下怖いね。これか、国王の印。国王印。ね。じゃあ大王買っていきますね。大王。もう終わってしまう。80長かった。結構かかりましたよね。80字の勉強をいつから始めたんだろう。ね、ありがとう。これ王っていうしね。大王はグレートキングでしたね。これ戻ればいいのかな。国王、そうですね、王様の王。かけた、すごい。ここで振り返ってみるとものすごいたくさん勉強しましたよ。イエーイ、終わった。80時終わりました。80時やった。で1年生皆さんこれで終わった。 We finished 80漢字。これすごいたくさんやったね。すごいね、たくさん頑張ったね。わお、やった、嬉しい。じゃあすっごい早く見ていこうか。じゃあ今日は I'm so happy we could finish all 漢字 for first grade 漢字80漢字。
ねえ、どうですか？It's up to you. 皆さんにもよります。But, maybe, 続けてもいいかな？ Maybe I can continue next, maybe for second graders って、なんだろう。やってもいいよね。他の人がもし、勉強したいなら。どうでしょう。皆さんはどう思いますか？ What do you think? 聞いてみよう。スネークさんはどうですか？ドグラさんは勉強したいですか？他の人も結構勉強したいですか？ Maybe。 じゃあちょっと読んでいきましょう。今日は最後ここまでできたので読んでいきましょうかね。After the most common characters, maybe you can create a selection of characters you want to teach. そうですね。そう。なるほど。These are the only ones I know how to write so far. あ、知ってます。OK. Good, good. or using words to teach characters instead of teaching characters in isolation. なるほどね。例えばそこから、maybe I can teach you, what these, なんだろう、sentences, with these characters. そうですね。それもいいね。Word of the week. まあそうですね。何かこう、勉強してもいい。そうしようか。じゃあ、読むだけ読んでいく？考えます。まあ2年生の勉強もいいけれど、多分ね、そうね、なんか文章から、考えていこう。 OK, I will think about it. そう、そうですね、 finished. So I will read it here. じゃあ一緒に読んでいこうか。き、け、天気。う、雨、雨。雨上がり。天、雨、雨。天地。空、空、開く、開ける。から、夜空。千、川。小川。三、山、山盛り。林、林、山林。森、森、森の動物たち。水、水、水道。火、火。火山。犬、犬、犬小屋。虫、虫、本の虫。貝、二枚貝。竹、竹、竹の子。木、木、木、木。木曜日。そう、草、草花。花、花、花畑。メイ、
妙な名人。ちょっと待って。男、男、男、男の子。女、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 女の、目、目、女の子。し、す、こ、電子レンジ。人、に、人、人、人口。これ、これこっち。生、生、生きる、生かす、生ける、生まれる、生む、追う、生える、生やす、木、生。野生。木、僕、目、ま、目次。字、耳、耳たぶ。サプライズ。こう、く、口、非常口。しゅ、て、た、両手。そく、足、足りる。たる、足す、土足。し、糸、毛糸。年、年、年、一年。一年ね。月、月、月、三日月。日、日、日、か、日曜日。席、夕、七夕。一、一、一、一つ、日本一。二、二、二つ、二重飛び。三、三つ、三つ、三、三、三つ、三つ、三角。四、よ、四つ、四つ、四つ葉。五、いつ、五つ、五重の塔。六、む、むつ、むつ、むいか。七、七、七つ、なの、七曲がり。八、や、よう、あ、八、や、やつ、やつ、よう、八重桜。九、く、ここの、ここのつ、九階の裏。十、じ、とう、と、じ、中八九。百、百点。千、ち、千羽鶴。さ、左、左折。う、ゆう、右、左右。線、先、先頭。中、中、夏休み中。円、丸い、円形。玉、玉、十円玉。大、大、大、い、に、お、お、お、大きい、大人。小、小さい、小雨。そうさ、早い、早まる、早める、相対する。上、小、頂上。あ、上、上、髪、上げる、上がる。登る、のぼせる、伸ばす、のぼす。大丈夫。ちょっと待って。か、下、下、元、下げる、下がる、下る、下す、下す、下さる、下ろす、降りる。下山。入、いる、入れる、入る、入学。出、水、出る、出す。入り口と出口。見、見る、見える、発見。律、流、立つ、立てる、立ち食い。
もう少し。学、学ぶ、学習。校、校長先生。字、あざ、漢字。文、文、文、文化。本、元、基本。力、力、力、体力。音、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 足音。休、休む、休まる、休める。定休日。白、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 白い。白紙。赤、赤、赤、赤い。あからむ、あからめる。赤の他人。青、小、青、青い、青春。正、正、正しい、正す、まさ。正直。車、車、自転車。田、田、田植え。土、あ、土、と、土。土砂降り。石、尺、国、石。石頭。金、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 金物屋。町、城、あ、町、町、城下町。村村、選手村。王、大王。はい、ありがとうございました。じゃあ今日はここまでで終了していきましょう。So, I'm hungry. なんかもうお腹が空きました。ありがとうございました。ありがとうございました。今日はスネークさん最後までありがとうございました。Thank you. そう。ありがとうございます。皆さんありがとうございます。ドグラさんありがとうございました。今日も。いいですね。ありがとうございました。勉強たくさんできましたか？それから、おたくさん今日はありがとう。久しぶりということで、お久しぶりです。また来てください。今日は合わせ鏡の話もしました。それから万華鏡の話もしました。それからまあいろいろな金物屋に売っている金槌の話もしました。泳げない人、a person who cannot swim, we call him or her 金槌。OK? 金槌と言ったりしますね。バムさんありがとう。イーティングスパゲティ。食べ終わったかな。はい。スカイハートさんありがとうございました。ちょっと来てくださったみたいですね。今いない？うん。ありがとう。大丈夫です。というわけで、また明日、tomorrow。I'd like to read Japanese news article maybe と思っています。ありがとうございます。Completed. That's only 80 characters and it's already so many. そうですよね。そう、本当に。I enjoyed practicing my handwriting with you today. ありがとうございました。じゃあそろそろ、Yes, I'm going to end this stream soon. はい、ありがとうございました。Have a good day and also... あ、もう。お休みですか? Sleep well. Good night. It's better not to think about it. なんで? It's better not to think about it. そう? 大丈夫です。まあ、楽しいね。ああ、2000 characters, I mean. ああ、そうですね。塵も積もれば山となる。Only the beginning. そうですね。常用漢字2000。ああ、そうだね。常用漢字の数からいくと、どのくらいかな。常用漢字は、そうですね。2136字ですね。一応これ見せとくと、こんな感じで、あ、見えないか。2136字。中学校、小学校では、
2026時小学校で習っています。で、中学校に入ると1110時習うということです。大丈夫ですか？なので大丈夫です。ありがとうございました。じゃあまた明日。 See you tomorrow、okay、ありがとうございました。またね。はい。抱えてる。眠れない。You cannot sleep if you think too much. 大丈夫です。Don't worry. Late time sounds. See you tomorrow. またね。また。本当。Don't worry. Thank you very much. じゃあね。またね。またねー。